マルクス・ワルツはイギリス・オックスフォード出身、スペイン国籍のカヌースプリント選手。2016年のリオデジャネイロオリンピックではカヤックシングル1000メートルで金メダルを獲得した。パートナーのコスガヤ父親はドイツ人であり、母親はイングランド人である。マルクス・ワルツはイギリスのオックスフォード社オックスフォードに生まれ、ワルツ家はマルクスが生後3ヶ月の時に スペインのバレアレス諸島マヨルカ島に移住した。2014年にロシアのモスクワで開催されたカヌースプリント世界選手権ではカヤックシングル500メートルで銅メダルを獲得した。2015年にイタリアのミラノで開催された世界選手権ではディエゴコスガヤと共に出場したカヤックペア500メートルで銀メダルを獲得した。2016年に ブラジルのリオデジャネイロで開催されたリオデジャネイロオリンピックではカヤックシングル1000メートルで金メダルを獲得した。同大会のカヌー競技におけるスペイン勢ではスプリントの女子カヤックシングルでマイアレン・コラントも金メダルを獲得している。ありがとうございます。